はい、中年オタッキーです。今日はね、ちょっとね、カメラプレゼント動画を作ろうと思ったんですけど、壊れました。すいません。これをね、プレゼントしようと思ってたんですけどね、これ今シャッターロックのね、状態なんですけどね勝手にシャッターが切れるようになりました。これでもプレゼントに出さなくてよかったなぁ。ついてた。まあ、ジャンク品引き上げてきて動くようにしたんですけど、どうやらね、シャッターを保持する何らかの装置が欠けたか壊れたかして、まあ、シャッターをスタンバイできなくなったみたいですね。まあ、40年近く前のカメラですから、まあ、ありがちですけどね。ちょっと代役を立てます。どうしよっかな。多分 AV1 か FTB かどっちかいきます。ちょっとすいません。というわけで、カメラプレゼントまた後日に伸ばすことになります。ごめんなさい。今日はね、どうしよっかな。ちょっと話題を変えていきます。残念。カメラ業界のね、まあ、写真業界の現状のことについてちょっとお話したいと思います。ちょっとハプニングでね、プレゼント企画になる予定が暗い話になってしまいます。申し訳ない。それでは本編スタート。結構ね、いろんな動画で申し上げてますけど、結構まずフィルム写真が今結構危機的な状況になってきてるんですね。富士フィルムもかなりの種類のね、フィルムを生産中止にしましたし、コニカとかサクラカラーとかはもうなくなっちゃったんですね。で、海外のね、フィルムもコダックさんがね、一時期リバーサルフィルムを完全にやめたりとか、まあ、モノクロとかカラーネガとかも大幅に値上げしたりとかね、そういうなんかフィルム写真がこういうひどい現状になってるんですけども、まあ、フィルム写真の話も後でしますけど、今このデジタルカメラですね、実はデジタルカメラもかなり苦しい状況になってきております。調べたデータでは確か2012年がデジタルカメラの出荷ピークなんですけども、現在はね、その出荷量がそのピーク時の 60% ぐらいまで落ち込んでるらしいです。これね、原因はね、いろいろ言われてるんですけど、まずはその携帯電話、スマートフォンの、内蔵カメラの性能がものすごく上がった。そしてそのデジタル一眼レフカメラがある程度行き渡って、新しい買い替える、その買い替える必要を感じないとか、まあ、そういうことで結局ね、まあ、以前何回か言ったと思うんですけど、カメラってマーケットがちっちゃいんです。世界中の人がね、全員ね、一眼のカメラ持ったりするわけじゃないんで、でここのとこ、そのコンデジの売り上げも劇的に、まあね、そのスマホの影響で落ち込んでますし、まあ、そんなわけでね、カメラ売れなくなってきてるんですね。で、今一番やばいって言われてるのがニコンです。ニコンはね、もうね、第二の東芝って言われてるらしくて、相当苦しいみたいですね。で、実はそのニコンさんが苦しいって調べれば調べられるけど、これニコンやばいなと思って、ニコンこれちょっと応援しなきゃいけないんだっていうことで、まあ、古いカメラですけど、ニコンを2台ほど買いました。これ、F501、 相当古い、これ一番最初の AF カメラなのかな、ファミリーも。で、相当古いデジタルの D100 っていうカメラ買いました。とりあえずね、その近代のニコンのカメラ扱ってないんで、全く経験がないんで、とりあえずそのお調べにって感じで安く買える2台を買ったんですけどね、今後これ動画に出てきます。で、結構今頑張って写真撮ってるんですけど、まだレンズが1本しかないんで、その交代交代で、ヤフーオークションとかでね、買おうと思ってもね、ニコンのレンズもカメラも人気なんですね。で、なんでこんなに人気なのに売れないのかなっても思ったりもするんですけど、現実に早期退職者をね、募ったりして、ニコン相当厳しいみたいです。で、今後そのニコンのことを応援する企画とかも立ち上げていきます。で、まあ、デジタルカメラの出荷量が減ってるって、まあ
まあそれとあとフィルムの写真も相当ひどいことになってる。でそのフィルムもデジタルも売れない。うん、でさらに言ったら SNS の普及によって写真のプリントもされてない。まあ例えばみんなで写真撮ったりするじゃないですか。みんなで写真撮ったりして、で昔だったら写ってるから写真をあげるって言ってプリントしてあげてたんですね。その家族とか友達とかね、その親戚とかに。で今はどうするとかってみんな LINE で送ったりしてるわけですよ。もうそれで終わっちゃうんですね。でみんなねそのスマホとかで見て、でそれで満足しちゃってプリントしないで終わりなんですね。だからそのプリントをするお店、とりわけ北村さんが結構しんどくなってきてるみたいです。プリントのその需要がないっていうんで、確かに北村さんにね日曜日とかに行ってもね、そのプリントしてる人が0人だったりっていうのも当たり前なんですよね。昔だったらねその同時プリントで出して引き取っていくだけっていうんで、あっという間にねその取引が終わるんでお客さんがいないのは当たり前ですけど、その写真を大量にねデジタルカメラで大量に撮るじゃないですか。その中から選んでプリントしてっていうので作業するのに誰もいない、パソコン6台ぐらいあって誰もやってないっていうのはね、もうちょっと末期的な状況かなっては思ってます。そんな感じでねちょっと写真界ねかなりまあどの業種もカメラメーカーもフィルムメーカーもそのプリントするショップも全部苦戦してるんですね。この現状ね、まあ僕がねいくら頑張ってもね変えれないと思うんですよ。だって僕チャンネル登録たって350人ぐらいしかないし、視聴回数だって知れてますからね。でも誰かが声を上げないとねちょっとね何も変わらないと思いますんで、まあとりあえずねその僕のチャンネルも見てる人は多分何らかのカメラ持ってるとは思うんですけど、まあ持ってない人ももちろんいる、と思うんで、まあスマートフォンとかでね写真撮る、写真撮ってねやっぱプリントしてとりあえずプリントしないとね残っていかないです。5年前に使ってたね、この間これ一回言いましたけど、5年前に使ってた携帯電話の写真どうしてますか？残ってますか？で、特にね子供の写真とかね残ってないじゃ済まされない時が来ますんで、だからで携帯電話とか、まあ、デジタルカメラもそうなんですけど、バシャ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 撮ってねいっぱい撮るんですよ。何回撮ってもタダなんで、で取り上がってバーっていっぱい写真見た時にどれをプリントしようかとかって言ったらすごい面倒くさいじゃないですか。どれを選ぶって言って、面倒くさいからそのうちやろうって、で結局やんない、で気がついたらデータなくなってる。これでね写真が残らないっていう現状なんです。だからねやっぱりね銀塩で撮るのが一番簡単です。フィルムカメラめちゃくちゃ安いですし、これね実はね今こっちにレンズつけてますけど D100 にレンズつけて、これ3570っていうレンズ、カビもね曇りも一切ないピンピンのレンズで、でこれちゃんと動く F501、ニコンの F501、これ1100円でレンズ付きで落札しました。で送料が700円、1800円ぐらいで買ったんですね、このね一眼レフからね。まあストラップとかは後から買いましたけど、そんな感じでね安く銀塩写真始めれますんで、やっぱね写真を後世に残すには銀塩がいいです。でプリントすると分かるんですけど、デジタルからプリントするよりもカラーネガからプリントする方が綺麗だったりします。これは焼きで、プリントした場合ですけどね、デジタルプリントのお店じゃなくて、北村さんとかはまだ焼きでやってるお店がほとんどなんで、ぜひね一度ね、もうそんなにお金かからないフィルムをね北村さんで1本400円ちょいぐらいで買えますから、でデジタル化しようと思ったら500円払えばデジタル化できますし、そんな感じでね一遍銀塩写真にねチャレンジしてほしいと思います。写真界ねちょっとなかなかひどいことになってます。調べれば調べるほどね暗い気持ちになってまいりますので、ちょっとね皆さんがちょっと動いて、写真界がなんとかね元気な状態に戻らないと、そのうちまあぶっちゃけ僕はもうそのうちそうなると思うんですけど、街の写真屋さんで全滅すると思ってるんです。もうこのままではね
あの全部なくなる、そしたらね、その写真のことを誰に聞いたらいいの、ね、そのプリントするのもネットだけ、もうそういう世界になってきますんで、あのこの現状を変えたいと思ってます。まあ、でその協力ね、やる気のある人から協力してもらえるのが一番と思ってます。まあ、今日はの動画はそんな感じです。ちょっとねこれもう今壊れたのがすごいショックで、まあ、プレゼントした後じゃなかったんでよかったですけど、まあそうですね、まあ、このレンズ 50mmF2 なんですけど、このレンズをつけた状態で AV1 か FTB か、まあ多分 AV1 になるかな、難しいとこですけど、行こうと思います。まあプレゼントはちょっとちょっと先延ばしになってしまいます、すいません。今日の動画はそんな感じです。次の動画ちょっとね本当忙しくて、寝る暇がなくて、寝る暇がないんで眠たいんで大声出して走るんでちょっと声が枯れてますけど、まあ、そんな感じでちょっと次の動画いつになるか分かんないですけど、プレゼントカメラの決定次第また報告いたします。今日の動画はそんな感じです。皆さんね、写真界をなんとか盛り上げていきたいものですね。フィルム写真をやってる方もそうでない方も何らかの形で協力していただければ嬉しく思います。それではまた。